英文学を修めようとこちらに来たが、いまだに本国の文芸誌へ原稿を送っている。新天地ロンドンで心持ちも新たに、何ぞ書けるだろうと安うけ合いしたが、後悔は先に立ってくれるもの。異国の風土に馴染もうと苦しみながら小説など書けるはずもなく、二日三日部屋にこもりペン先をさまよわせていたが、一行と浮かぶ気配すらない。やっと絞り出した幾行かの文を眺めては捨て、獣のようにうなりながらもう一度しだじの原稿にペンを走らす。そのようなことを幾度も繰り返すうちに、自分がジメジメとした波くじのように思えてくるのだからどうしようもない。どれもこれも日が照らぬせいと、お天道様に唾を吐いてみたいが、一向に顔を出しそうにもない。町へ出かけると、会う人嫌に背が高く、見上げれば表情のない青白い顔がついている。ここでは関心をむき出しにしないことが紳士の資質とされているので、我が輩のような異国人の外出も平穏の一言に尽きる。やはり石畳のどこを探しても小説になりそうな出来事は転がってはいない。2年の留学中、ただ一度ロンドン塔を見物したことがある。その後再び行こうと思った日もあるが、やめにした。人から誘われたこともあるが断った。一度で得た記憶を2編目にぶち壊すのは惜しい。2度目に拭い去るのは最も残念だ。塔の見物は一度に限ると思う。このロンドン塔を東京の上からテームス川を隔てて目の前に臨んだ時、世は今の人か、はた妊娠の人かと思うまで我を忘れて4年もなく眺め入った。冬の初めとは言いながら物静かな日である。